よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、 MCB です。さて今回の動画なんですけど、ゾウ印さんのエブリのオーブンレンジを使って、こちらのねふにゃふにゃなカレーパンをサクレジ機能を使ってね温めていきたいと思います。作り方はとっても簡単ですね。この上段にクロックして、まあ、手前ってねこれ書いてあると手前みたいなね、はい、こうなんか入れる感じですね、はい、で閉めてサクレジボタンでスタートですね。これだけ、ね、で仕上がりの強度もね一応これで選べますんで、まあ好みのねあれに、ね、仕上がり具合に合わせて選んでいただければいいんですけど、まあ、今日は普通に、ね、中でやってみたいと思います。はい、で温め時間ね、レンジで中を温めて、でグリルの時間は、大体3分30秒ぐらいですね。はい、焼き色がついたような感じね。すごいこの。はい、もうサクサク感が伝わると思うんですけど、あ、閉まったねこれ。あれこれ良かったかな。あっち。はい。あっち。いらないとして。はい。これね、もうサクサク感が分かると思うんですけど、とりあえずかじってみますね。うん、外はカリッカリで、中は熱々ですね。ということで、カレーパンも、サクレジをね、使えば、ほんと出来たてのような、サクッと感で食べれますんで、ちょっともう手でね、持てないぐらい熱いんですけど、よかったら皆さんも、サクレジ買って、サクレジじゃない、エブリの買って、ね、カレーパンね、温め直してね、サクレジ使ってみていかがでしょうか。ということで、今回の動画はおしまいです。それでは、また。次はね、こう揚げてないパンはどうなるのかっていうのをちょっと試してみようかなと思います。はい、じゃあもうさっきね、生まで入れて、はい、レジでですね、スタート。焼きたてみたいな感じですよね。最高じゃないですか、これ。おお、やべやべ。うわあ。見てこれ。ちょっと熱そうなんですけど、あれだね。まあ、確かに柔らかいとこもあるけど。結構硬いとこは硬いね。うん。はい。ということで、まあ、全体的にはあれですけど、こうね、出来たての美味しさを、まあ、サクレジでもいいんじゃないかなと思いましたね。うん。出来たてのね、こうパンを味わうにはサクレジでもいいと思いますけど、ちょっとさっきね、カレーパンを食べたら、口の中が少しね、やけどしてしまったので、少しね、持てないぐらい熱いので、まあ、冷ましてからちょっと冷めようと思います。